こんにちは。今日はかなり久しぶりの動画になってしまいますね。大変お久しぶりです。暑くなってきましたね。これだけ暑くなってくると、結構涼しい話題もちょっと必要かなと思いまして、今回はその皆様におすすめしたいゲームをご紹介したいと思います。ゲームの紹介というよりかは、そのゲーム制作者の方に少し私がインタビューさせていただいたので、そのインタビュー文、インタビューというか取材というかしてきたので、ちょっと動画を上げたいと思います。どのようなそのゲームインタビューだったのかというと、シナリオはいろんなそのゲームは一人で制作したゲームではなくて、いろんな方が関わったゲームでございます。シナリオはまた後ほど概要欄に概要欄かこの動画内に上げさせていただきますけれども、シナリオはアイカさんという方が担当されて、で、そのアイカさんと、およびそのナツさん、先日ゲーム実況的な動画で少しご紹介させていただいた方なんですけども、そのナツさんは主にキャラクターを描いてくださっています。で、そのゲーム画面の、背景も、私は少しちょっと協力させていただきました。あと、その背景は他のその写真素材のサイトさんからもお借りした素材とか、あと音響はそのフリーダウンロード曲の、アマチュアの音楽工房さん、またちょっと下の概要欄に詳細の URL 先を記述しておきます。それでは早速どのようなインタビューをしてきたのかご覧くださいませ。それでは早速インタビューに移っていきたいと思います。インタビューの回答者様のセリフは、文面で表示したいと思います。社会人ラブゲーム愛と恋の境界線、ゲーム制作お疲れ様です。それではインタビューに入らせていただきます。ゲーム制作を決められた決定打となったエピソードをお聞かせください。例えばゲーム日本一にも出かけられたとか。2、制作上ゲーム制作ソフトの材料選びについていいなと思われたところを挙げてください。SF や RPG ではなくて、今回恋愛ゲームにされようと思ったきっかけ、理由をお願いします。音響はどのように探されたのでしょうか。
ゲームの背景探しは、かっこ私を除く、主にどのような方が探されたのでしょうか。探された時の苦労点などもございますか。ゲーム背景の探しの面白いエピソードもあれば教えてください。お話や構成は主にノートなどで書き留められたのでしょうか。ストーリーが浮かばれたその瞬間、どのようなお気持ちでしたか？ゲームを8割ぐらい完成させたところでの皆さんの所感、試しプレイなどされてみて、どのようなご感想だったのか、ぜひお聞かせください。はい、最後に、ゲームを作られた後の皆さんの気持ちの変化、ご要望、などなど、何でもお聞かせください。皆様ありがとうございます。それでは以上インタビューを終わります。お疲れ様で、はい、いかがだったでしょうか。もしよろしければまた皆さんもフリーゲームですので、しかもシミュレーションゲームで大変クオリティが高いゲームです。一度プレイされてみてはいかがでしょうか。それでは今回のインタビュー動画を終わります。ありがとうございます。